衆院予算委員会は9日自民党派閥の裏金事件を受け政治資金に関する論戦が交わされた岸田文雄首相は政治資金収支報告書の訂正状況や国会議員に月額100万円支給される調査研究広報滞在費旧文書通信交通滞在費政策活動費の使途公開について追及されたが答弁はほぼゼロ回答 政治改革に後ろ向きな姿勢が目立っている不明不明不明のオンパレードだきちんと訂正を行うよう指示を出すべきではないか予算委で立憲民主党の渡辺総氏は自民の萩生田光一前政調会長が代表を務める政党支部が行った収支報告書の訂正で支出総額など多くの項目が不明と記載されている点を問題視し 党総裁としての対応を求めた首相はこれは萩生田氏本人の責任でいつその不明を訂正するのかを判断することだなどと述べるにとどめた首相は昨年12月の記者会見で政治資金をめぐる課題に火の玉となって党の先頭に立ち取り組むと表明したがその言葉とは裏腹に予算委などの質疑では 積極的にに真相をを解明し再発防止に取り組もうとするる姿勢いいている政治と金ををぐっては自民の二階俊博元幹事長が在任中に報告書への使途の記載義務がなく不透明さが指摘されている政策活動費を党から約50億円受け取ったとされ野党は税務調査などを求めている立憲の渡辺氏は 自民で誰が政策活動費を支出する権限を持つのかを正だしたが首相は内容に応じて内規や慣行が定められている内部の運営の仕方や手続きを申し上げるのは控えるとして明かさなかった首相は旧文通費の改革についても透明化に向けた前向きな答弁を避けた日本維新の会の小野泰輔氏は自民が裏金事件を受けて 党所属議員に実施したアンケートに触れた上で旧文通費をプライベートなお金として使っていないのかも自民は調べるべきだと要求これに対し首相は党としてこの課題にも引き続き真摯、真摯、に臨み議論に貢献したいなどと述べるにとどめた自民の政治刷新本部が1月に発表した中間取りまとめには政治資金規正法改正の内容を含め 制度改正につながる具体策は盛り込まれておらず、首相も具体的内容に言及しにくい事情がある。ただ、自民を除く主要政党は政治改革案をすでにまとめている。維新の小野氏は旧文通費改革に関し、党総裁が議論に参加するではなく、やるといえば、あっという間にできると首相に改めて迫った。 だが首相は終始曖昧な答弁を繰り返し現地を与えなかった以下はネットユーザーの反応をまとめたものです今回の安倍派などによるパーティー券の裏金化の本質は政治と金の問題であって派閥の問題ではありません 岸田総理は派閥解消によって政治とカネの問題から争点ずらしをしようとしているのではないかと批判されてきましたが衆議院予算委員会でのゼロ回答ともいえる答弁を見る限りそう言わざるを得ません国民民主党の新馬幹事長は岸田首相が政治資金に関して火の玉になってやるとか言っていたよねずいぶんぬるい火の玉だね 素でで触れる火の玉だよとコメントしましたが同じ感想を持つ有権者も多いのでないでしょうかこの調子だと岸田首相が政治とカネの問題に目途をつけ春闘での賃上げをアピール材料として通常国会の会期末に衆議院を解散勝利して自民党総裁選を乗り切るというシナリオは実現が難しそうです 岸田総理の施政方針演説は冒頭で能登地震に10分近く時間を割いたが続く政治とカネはわずか2分だったそれと歩調を合わせるように NHK ニュースは毎回地震関連がトップで政治とカネにあまり時間が割かれていないおそらく岸田総理にとっては派閥解消で目的を達したのだろう検察と組んで安倍派解体をやるのが目的だったと私は見ている 次は賃上げと日銀の金利政策変更でアベノミクスにおさらばし外交でも安倍価値観外交におさらばする金正恩労働党委員長の「能登地震へのお見舞い」は拉致問題進展のサインではないかと思わせる拉致関連のニュースが最近多くなってきたのも何かありそうだ 解散と改造人事をちらつかせて無派閥になった自民党議員の審理を操り、党内で求心力を高めることはするが、国民を巻き込む解散は来年までやらないと思う、その前に政治と金を忘れさせる局面転換が必要だ。政策活動費にまで手を突っ込まれたらたまらない、それが岸田さんをはじめ多くの政治家の本音ではないか。 支持率が下落して当たり前だ岸田さんは政治活動の自由を理由に政策活動費の使途公開をかたくなに拒むが政治活動の自由とは一体何だろうか表沙汰にできない使い方が含まれていることは明らかだと思うもちろんそんなことは口が裂けても言えないはずだが炎になって先頭に立って政治の信頼回復に取り組むと言ったのは岸田さんだ だだけににならずにしっかりとと行動で示すべきだと強く言いたいところだ政治家として政治責任を果たすことなくやり過ごす政権トップを日本国民として許し難いこんな政治家里に国を任していたら国民生活の改善どこか国民は報われませんこんな最悪な政治家集団でもものではないのでリコールができない 国民は今回の件を含め自民党政治の真髄など政治家の品格が理解できたことと思います次の選挙では非力でも国民の声を聞き日本を正しい方向へ尽力する政治家や政党を選んで国民生活の向上と日本の将来的な発展に期待したいと思う自らが先頭に立って火の玉となり政治改革に取り組むと語っていた時は 岸田のリーダーシップに期待を寄せた自民党支持者もいただろうが一方ではどうせポーズに過ぎずできないというより最初からやる気がないから無理だと思っていた人も多かったはずで予想した通りだったどこが火の玉だったのか説明が必要政治家自身が首都を明確にする努力をすべきと言っていたが 本人がそれをしていないから問題視されているのであって、できるようにさせるのが総裁である岸田の責任だ。政治資金の使用目的が曖昧なまま放置する手法が許されるというなら、使用した内容を世間に公表できないほどのまずい事情があったと疑われても仕方ない。 しかも起訴された秘書がやった罪を政治家そのものも連帯責任があると見なして処罰の対象とする他党からの相次ぐ提案にも岸田は後ろ向きすべての政党トップの中で唯一やる気がないのは明らかやる気がないならやめろ国会議員全体高齢者すぎる答弁も原稿を読み上げてるだけこれでは誰が総理大臣になれると思う これはまさに高齢が原因で自分の考えを述べることができず部下が作成した原稿を読むだけだから脳には何もなく大臣席に座っているだけなので野党の質問にも明確に答弁もできない議員の定年制を強く要望したい国会中継を見ていると高齢者議員の居眠りが見立ちます